はい、こんにちは、レトスの小野です。2月12日の3問に入ります。勉強しても実力が上がってこない、そんな悩みありませんでしょうか。そんな方に実力が上がる問題の解き方についてお伝えをいたします。この動画の下の概要欄の方に URL を貼っておきます。また動画の最後にもお知らせいたします。では問1に入ります。 A には妻 B、子 C があり、 A は C に A 所有の資産全部を相続させ、A の事業も承継させたいと考えているが、 B が反対している場合、 A は B が反対していることを理由として遺言で B を相続人から排除することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。排除とは、非相続人に対して虐待、侮辱、非行などがある場合、虐待等を行った者から相続権を奪い取ることを言うんですね。つまり排除できる場合っていうのは、非相続人に対して虐待、侮辱、非行などがある場合に限られるんですね。単に非相続人の相続の考えについて反対しているだけでは排除することはできません。なので誤りになります。ちなみにこういった事由に該当していて排除する場合は、非相続人が生前に家庭裁判所に請求をして行います。つまり、単に書面に書いただけでは排除することできませんので、注意しておきましょう。で、問い2ですね。地主 B が都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置き場1区画、園芸用地3区画に分割した上で、これらを別々に売却する場合、B は宅建業の免許は必要である。丸か×かという問題です。で、B は免許必要なので答えは丸なんですけれども、まず用途地域内の土地っていうのは原則宅地扱いなんですね。ただ例外として、まあ、政令で定める公共施設用地、例えば道路とか、まあ、そういったものについては宅地には該当しません。で、今回の問題の駐車場用地、資材置き場、園芸用地、これらはもうすべて宅地になります。そして宅地を別々に売却する場合と書いてありますので、これは取引にも該当するし、業にも該当します。したがって B は宅建業の免許が必要だということになります。で、この問題すごく基本的な問題なんですけども、基本を抑えることっていうのが理解することなんですね。で、これが合格の第一歩になります。そのためこの理解の仕方については個別指導で詳しく解説しています。今回の問題についてはその理解の仕方までお伝えをしてないんですね。なぜ免許が必要なのかどうか、こういったところ苦手にしてる方ってやっぱ意外と多いんですよ。でも実は簡単なんですね。で、その理解の仕方について個別指導で詳しく解説していますので、個別指導ぜひご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。で、問3ですね。開発許可についてです。市街化区域において、市街地再開発事業の施工として行う5000平米の土地の区画形質の変更行為は、開発許可が必要である丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。市街地再開発事業の施工として行う開発行為っていうのは、許可不要です。これは開発許可不要の例外に当たるんですね。なので、もう開発許可不要なんだということです。で、ここでは開発許可不要の例外についてはこれ書いてないんですね。ただおそらくお持ちの教材とかまとまっていると思いますので、そちらご確認の上まとめて頭に入れていただければと思います。で、初めにもお伝えをした実力が上がる問題の解き方について動画の方真ん中に入れておきます。また動画の下の概要欄にも URL 貼っておきますので、そちらからもご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。